この2部もう分解しちゃいましたけど、これレシーブに自分でつけたオーマスの2部です。でチタニウムの2部、これ見るとすっごい裏側にインク、乾いたインクがこびりついちゃってるのも分かります。こっち側も随分青くなっちゃってますよね。で、これだともう出ないなと、インクが流れないわけです。で何が悪いのか、インクが悪いのかもしれませんね。で早速ちょっと分解してオーバーホール洗浄してみました。ちなみにこっち側、これ名前知らないんですけど、これも歯ブラシの細かいので、ちょっとこすってやって、こうピンの間にですね随分溜まっちゃってるんで、これも綺麗にしてやろうと、綺麗にしてやりました。台風で雨降ってるんでこんなことばっかりやってますが、分解して掃除して、この部品ですねと2部の方を今掃除してきたところです。でインクはですね、このインク使ってます。3本並べてますが、この中の地中海ブルーというやつですね、ご存知のインクかと思いますが、僕このブルーが一番好きなので、メイトリニアング、このを使ってます。これがひょっとして乾くのかなと思うんですけど、まあちょっとそれは分からないです。で前回同様にですね、リブとその裏側のこのペタッとくっつけて、うまいことズボッと入れてしまってですね、でまあインク入れてちょっと書いてみました。カッサカサだったんですが、もうスラスラいきます。まあ、ちなみにこれオーマスの2部に変えた理由は、これチタニウムですごい柔らかい2部です。レシーブの2部はすごい優秀だったんですけど、ちょっと柔らかい懸垂が欲しい時があったので入れ替えちゃいました。なかなかグッドです。10日ほど放置してみます。今日はこの辺で。